キリンシアは約5億年前のカンブリア紀に生息した化石節足動物の一族。中国雲南省の墨エ動物群から発見されたカイリンクシアザンという一種の実によって知られる。神聖の節足動物でありながらも、アノマロカリスなどのラディオドンタルイとオパビニアに似た頭部構造を合わせ持ち、初期の節足動物の進化に重要な情報を与えた古生物として注目される。 様々な接続動物の特徴を掛け合わせたような姿を持つことにより、学名、カイリンクシアは、中国神話に登場する、複数の脊椎動物の特徴を掛け合わせた、合成獣、キリンとエビのピンイン、シアの構成である。模式種の種称名、ザンは、その樹基準標本を寄贈した、小アキラアキラにちなむ。中国語は、キリンエビッといい、模式種は、 秋田市キリンエビと呼ぶ。キリンシアの化石は、墨江動物群を含んだ中国雲南省、墨江地域の堆積類層、マオチアンシャンシェールの湯、アンシャンフォーメーションの実から発見され、記載される時点では6つの大小の化石標本が知られている。これらの標本の保存状態は、消化管や目などの軟組織までは狩るほど良好で、中で脳と考えられる痕跡を持つものもある。 樹基順標本イエレス線無礼一一二四は中国アモイ市のイングラングストーンナチュラルヒストリーミュージアムに所蔵している。付属紙を含めて全長1センチメートル以上から6センチメートル以上、節に分かれた細長い体は前後で頭部、胴部、尾部に区分される。メガケーラ類のような動機的な動節と足、オパビニアのような5つの大小の目、 ラディオドンタルのような触手様の前端の付属子を同時に有するという、他に類が見られない独特な特徴の組み合わせを持つ。頭部の背面は一枚の廃校に覆われる。廃校の円が分化し、両甲端は丸みを帯びて尖らない。小型個体の場合、廃校の公園には一本の棘がある。太く短い目柄に連結した五つの腹眼は、頭部の前端にある。 石管膜のような構造体に集約される。前方左右一体の目は、その後ろにある中央三つの目の倍以上に大きく、発達している。腹側にある口は、前端の付属子の直後で後ろ向きに開口する。前端の付属子キリンシアの前端の付属子眼の直後から口の直前までの覆面には、捕獲用に発達した前端の付属子が一体ある。 これは上向きに湾曲できる触手のような関節詞であり、16節の施設に分かれている。束部にあたる最初の施設の内側は斜めに広げた石管膜を介して頭部の覆面に連結する。爪のような最終施設を除き、それぞれの施設の内側には1体の内突起がある。内突起は先端の施設ほど短くなりながら第2施設にある。 最も長い一体をはじめとして、長短を繰り返している。また、内突起の長さは該当施設の高さを超えることはなく、三角形で幅広い基部を持ち、そのほとんどが両縁に咲いた7本の鋭い棘が並んでいる。長い胴部は25節の胴節に構成され、角道節は1枚のイ太と1体の付属紙を持つ。イ太は横に細長く、 左右の出っ張りは丸みを帯びて尖らない。小型個体の場合、最終数枚の聖板は明らかに短い。ビブは三角形に近く、個体の付属子を持つことから、少なくとも五節の大節から融合した合体節と考えられる。ビブの後方にある汚染はほぼ同じ長さの三枚の洋上の付属体に構成され、そのうち左右の二枚はビブの途中から張り出し、 ビブの後端に接続した中央の一枚は公園に合毛が並んでいる。体の覆面は、口の直後からビブにかけて、数十体の付属子が配置されており、頭部に2体、角度節に1体、ビブに少なくとも5体ある。そのうち前方の4体は、特化した養生の単枝型付属子である。この4体の付属詞は後方ほど、長くなるが、 第三動説のものに比べて明らかに短い。第三動説以降の全ての付属詞は、それぞれほぼ同じ長さの外詞と内詞でできたに差型付属詞である。外詞は楕円型で肉詞状の構造体が並んでおり、内詞は付却上で少なくとも7節の施設に分かれ、内側に丸い内突起がある。に差型付属詞の中で、途中の同説にあるものが一番長い。 内部構造として消化系と神経系が知られている。消化管は前後で頭部の食道と前腸、頭部の中腸、及び微部の後腸に区分される。食道は口から頭部の前方に伸ばし、U の字型に上に曲がり返してから前腸が続く。中腸は動節数に応じて数十体の消化栓が左右に配置される。後腸の終点である肛門は、 ビブで合腹足方向に開口する。消化管の腹足には、節足動物として、典型的なハシゴ形神経系を持つ。腹神経策は、核付属子に対応する神経節を持ち、目と食道の間には、全大脳と考えられる塊がある。大小5つの目を持つ、オパビニア触手様の全部付属子を持つ、アノマロカリス20数節の同節と発達した汚染を持つ。 ホルティフォルケプスキリンシアは、複数の化石接触動物の分類群に類似する特徴が見られ、次の通りに列挙される。5つの複眼、消化腺のある中腸、能動的な捕獲用の全端の付属子を持つことにより、キリンシアは視力に頼って餌を探した捕食者もしくは不肉食者であったと考えられる。ヒレのような外詞で上手に泳ぎながら、汚染で、 方向転換できたと推測される。頭部に、硬質の聖板と関節子を持つことにより、キリンシアは、容易に神聖の節足動物として認められる。しかしながら、本属の触手様の前端の付属子と大小5つの、目は、むしろ基盤的な節足動物であるオパビニアと、ラディオドンタ類に類似する特徴である。そのため、本属は、基盤的な節足動物と、 新接足動物の間にあたる、両者の中間型生物であると考えられる。原サイの前衛トール2020による系統解析はこの説に応じて、接足動物の中で、キリンシアは、ラディオドンタルイの次に、基盤的で、残りすべての新接足動物より、早期に分岐したとされる。キリンシアは、模式種であるカイリンクシアザンのみによって知られる。キリンシアの発見は、 初期の節足動物の研究分野に重要な情報を与えたとされ、次の通りに列挙される。オパビニアとラディオドンタルイはいくつかの形質により、基盤的な節足動物として広く認められると、ラディオドンタルイ系統関係を参照。しかしこれらの古生物は、新節足動物の特徴である聖太と動部の関節子を持たず、かつては未消化石扱いされるほど、一見では、 節足動物らしからぬ全面的形態を持つ。そのため、胴部にセイ太と関節子を持つ新節足動物でありながらも、オパビニアのようなメトラディオドンタルのような前端の付属誌を合わせ持つキリンシアは基盤的な節足動物と新節足動物を結びつけたミッシングリンクであり、両者の形態上のギャップを埋めた中間型生物とされる。新節足動物の中でこれほど、 基盤的な節足動物に類似する特徴が見られるのも、キリンシアは知られる中で、初例である。メガケーラ類の大付属子学名、デウテロポダに現れるように、新節足動物における大付属子ハサミ角、第一触角などの前端の付属子は、中大脳性で、すなわち、第一体説に由来するのが特徴である。それに対して、 基盤的な接足動物であるラディオドンタ類の前端の付属子いわゆる全部付属子は、どの脳神経説に対応し、新接足動物の前端の付属子に相当するか、田舎は小説に分かれ、前大脳性と中大脳性という2説で多くの議論が繰り広げられた。その中でも、ラディオドンタ類のライララッパクスで見つかった脳とされる痕跡が、 今夜通る2014に記載される以降、2010年代後期において、全大脳性説は主流になり、全部付属詞は多くの文献に、新接触動物の全端の付属詞とは別期限、扱いされた。しかし、キリンシアにおける、中大脳性の全端の付属詞とラディオドンタ類の全部付属詞は、とても別期限とは思えないほど多くの類似点が見られ、特にキリンシアの全体の付属詞は、 新接触動物の前端の付属子に類似する特徴もわずかに合わせ持つ。これにより、ラディオドンタ類の全部付属子と新接触動物の前端の付属子の相同性が強く示唆され、全部付属子は実は中大脳性か新接触動物の共通祖先はホメオティック遺伝子変異を通じて前大脳性、先節由来だった付属子を中大脳性の 第一大説に反映させたと考えられる。また、この騒動性と上述の系統関係に踏まえて、ラディオドンタルイ、キリンシアメガケーラ類などを通じて見られる、前端の付属詞の捕獲用に特化した特徴は、節足動物の祖先形質であり、新節足動物の派生的な系統群から別の、形態に進化したことも示唆される。本属の元気祭である、全エトール2020は、 接触動物の初期系統仮説を検証したところ、キリンシアを含んだ系統解析は、それを除いたものとは異なった結果が見られ、系統解析における本属の情報源としての重要性を示した。中でもイソキシス類の系統位置は、本属の有無によって大きく変わり、本属を除いた従来の系統解析では、往々にして基盤的で、 ラディオドンタ類に近い位置にあるとされるが、本属を含んで解析したところでは、むしろアルテオパダ類とオオアゴ類を含んだ系統群に近いとされるようになった。これは、イソキシス類の代わりに、ラディオドンタ類とメガケーラ類の類縁関係が、両者に類する特徴を合わせ持ったキリンシアの存在により、従来より強く結びつけられたからと考えられる。本属が発見される以前、 その全端の付属詞のように重数節に分かれ、体になって、大小を繰り返したうち突起に棘を持つ触種様の関節詞は、ラディオドンタルイの全部付属詞のみによって知られていた。加えて、全部付属詞の特徴は、ラディオドンタルイの同定で重要視される形質であり、その中で管理した付属詞のみ知られ、ラディオドンタルイの全部付属詞として同定される。 化石標本も多く記載された。しかし、新接続動物であるキリンシアの前端の付属子は、区別しにくいほど、ラディオドンタルイの全部付属子によく似ていた。これにより、今後このような形をした、単理の付属子が発見されても、ラディオドンタルイに由来でない可能性も考慮すべきになりかねない。ありがとうございます。